皆さんこんにちは産経新聞大阪政論室長の小島慎一です今回は産経ワールドビューの特別会ということでお届けしますまもなく8月15日が巡ってまいります終戦から76年目の8月,16日と8月15日となりますまた今年も総理大臣そして閣僚が参拝する市内でまた問題になるのでしょうか今やあの中国のためにですね 日本でなかなか人が自由に行けない日本人が自由に行けないタブーとなっている場所が2箇所できつつあるような気がします一つは尖閣諸島なかなかもう日本人は行けなくなってますし上陸するとかしないとか政府が自民党がですね公約してもそれが実現できないそしてもう一箇所がこの靖国神社です一般の日本人はけけますけども 内閣首相をはじめヨーロの方は参拝できない行っても避難避難強行になってしまうという変な状況が生まれつつあると大東亜戦争をですね戦った戦っていただいた軍人の方で今もご元気な方は本当に残り少なくなってきてますその方たちがですねあのあの万が一あの海に行かれた場合に戦友に会われて この状況を何と報告するだろうかということを考えると、本当胸が痛みます。ぜひその方たちがお元気の間にですね。首相をはじめ、閣僚の方々が靖国神社に参拝していただいて、そして、いずれは天皇陛下にもご心配いただくというような状況をですね。まず、作り出していただきたいと思います。そ,のそ,そうして、ようやく。 その大東亜戦争を戦った軍人の方たちも安心してあの世でセ、えー、民の方々にお会い,お会いされるのではないかなと思っております。えということで、えー、本日は、えー、この靖国神社の問題につきまして井上さん、えー、井上和彦さんそして大高美樹さんに、えー、語っていただきます。どうぞご覧ください いや本当にね今、はい、あの小島さんの、ねえー、お話の通りだと思うし、うん、また今年8月15日、はい、まあこのオリンピックがね、はい、ちょうど終わった時にね嫌な,、ね、な予感がするんでそれまではね黙ってるような国までね、うん、国までって言ったってあそことは少ししかないんだけども、うん、こういうその中国韓国がね、えー、また 首相がね参拝するかしないかとかね。そう、それを国内メディアが火をつけてまわる,火をつけると。本当にいい加減にしてもらいたい。ねえ、うん。本当にねこの反日放火マンみたいなもんですわ。そう。なんでねそのところにあの月次新聞。本当、うん、ねもういい加減にしてもらいたい。だって、ええ、この国のために命を落として当時の若者たちがね、うんえー、戦ってくれた。これに対してね感謝の誠を捧げる。で あのねこの国の今の平和があるのは皆さんのおかげですっていうことをそのためにまたね,ねその鎮魂も祈るいろんな思いでね皆さん靖国神社参拝なさると思うんですけどもね、うん、これがねなんでいけないのかと <laughs> だっどう考えてもおかしい。他にないねねじゃアアメリリカでン、ねうんうん、ントンボチを大統領が ね、言って、うん、その文句を言う報道する方聞いたことないですよねあら本当にね、うん、僕はね日本がね決定的にやっぱりね今ね病んでると思う、えー、おかしい、ね、間違いなくおかしい、うん、かつてね石原慎太郎さんが都知事でいらっしゃった時にね、はいえー、新聞社の質問があった詩人ですか後人ですかってまたやる、えー、そしたらまあ石原さんがね、うん かーと激怒してね、<ねえ S 1> 何言ってんだと、ねえ、君のね、じいさんやばおばあさんがね、みんながね、命がけてこの国を守ったんだと、そう、そこを参拝して、何が悪いんだと、どの人間だっていう、<laughs> <うん S 1> 本当にその通りだと思うの、<ええ S 1> 何がね、嬉しくてこういうバカな質問をするのかね、<ねえ S 1> 詩人か公人かってね、詩人も公人もないですよ、僕はもうどんなことがあったって、公人でえ総理大臣が行くべきなんだと思と なんで、ね、それを、ね、中国と韓国に、ね、気遣って参拝できない、うん、どうかしてるよ、この国は本当に。ね、中曽根さんが悪しき前例を作ってしまったというね、うん、もうねうわ、これね。でも千載一遇のチャンスがいっぱいあって、うん、例えばブッシュ大統領とかも、うん、訪日したときに、うん、靖国参拝のオファーがあったわけでしょ。うん、でそれを外務省が近隣諸国に配慮して、うんまあ 阻止したという話を聞いたことあるんですけれども。<ー>これ本当だったら、とんでもないですよねとんでもない。あのね、これはね、かつてもね、あったんですよ。戦後間もなくね。あのお亡くなりになった、タ王国のね、うん、プミポン国王がね、はいえー。日本においでになって。で、確かね、昭和二十九年だったかな。はい、で、プミポン国王がね。 その歓迎のイベントでね当時対、えー、方面軍の、ね、司令官だった中村中将にね、うん、靖国神社に参拝したいと、えー、お話になったんだけどこれをね外外務務省省がね、えー、止めたたんですよまた外務省はそれでね、うん、結局その一宗教施設だからとかってなんかもうそういうふうな理由でね、うん、止めましてね。うんで しょうがないってことでねタイ王国の国王陛下皇后陛下からねお花がね実は靖国神社に奉納されたんですよね。でこの時に中村中将がね第3っていうね代わりにね参拝なさったんですよ。ですねその後もねずっとねこのアメリカ米軍のね兵士たちはね で各国の軍隊が来るとね、靖国神社参拝してるんですよ。えー、ええー、え。でね、そういうのをちゃんと報じない。ほ、これ報じないんだね。これ本当、うん、ね、日本のメディアも腐ってるけれどもね。うん、こういうことをね、その中身をしっかりと吟味せずにね、<う>批判している、えー、国民もこれまでそういうことをね、うんえー、同調してきた国民はね、もう反省すべきだと思いますよ。うん いや自分たちの19、20歳の頃どんなことを思って育ったか、うん、みんな遊びたかろうね勉強もしたい人もいっぱいいたこの研究をやりたいっていう,うね熱意を持って大学に入ってとか、うん、あるいは専門学校で勉強してとかそういった人たちもいたでしょう、うん、でそういった人たちがねこの国難に及んでね、うん、ペンを投げ打ってね銃を取って戦ってこの国を守る自分の 産んでくれた父母のこの国を守るために、えー、戦の庭に立たれたその人たちのね、うん、その思いっていうものがね分からないのかなと、うん、でもちろんいろんな思いはあったでしょうだけどもね最後はやっぱり靖国で会おうってことで戦友同士で誓い合ったその場所にね、うん、参拝することがねなんでね、うん、そんな遠慮が必要なんだと僕は、うん、もう分からないしね。で あの教科書に代表されるあの近隣諸国条項、あれがもう諸悪の根源ですね。諸悪の根源の一つだよね。はい。もう僕はどんなことがあってもね、うん、これあの総理大臣がね参拝してもらいたい。あの僕は菅さんがね総理大臣になりになってね確かに批判されてることはあるけれどもでもやっぱり日米首脳会談で台湾のねうん、うん、お名前を出して。 えー、やったことやっぱり今までできなかったこともね、うん、やれたじゃないですか中国は批判があったってワクチンを台湾に供給することもやった、うん、ならばねもう一つやっぱりねこの靖国神社参拝をね、うん、堂々と言って見ていただきたいこれね秋にも選挙がありますよ、うん、本当にね今ね自民党に対する失望感、うん、政府に対する失望感ってね、うん、増えてますよこの番組もしご覧になっていたら自民党の方皆さんご覧いただきたい、うん、ね だってもうあの対中避難決議すらできない、うん、こんなね低堕落でねで、えー、今に至るこの状況これはねそれ支持率上がらないでしょ、うん、そういう時にやっぱりね我々のね留院を下げてもらえることこれはね靖国神社参拝これね政治的な立場からじゃないですよ本心からね本心から心の奥底から感謝をする先人に感謝をするということこれをね やっっぱり思思てて参拝していいいたただきたいと思います,よですよ、ね、で私はね井上さんにお伺いしたいのは、うん、何故その中国、まあ、朝鮮半島の人たちが、うん、その靖国神社参拝をね声高に非難するのかということなんですけれども彼らもね指導者はね共産党幹部とかは歴史の真相を分かっているので。 その日本が大陸を侵略したこともないし、うん、ないそういうの分かった上でね、まあ、あの侵略してそ,のそこを行くとは何事かという、ね、レトリックで声高に叫んでるけれども内心ねやはりその靖国神社に行くことによってですよ首相とかが、うん、彼らが本当に恐怖感からね 言ってることっていうのは何なんですか。日本人の歴史がやはり正動、うん、正正常に戻るというか、うん、今までこう書き換えられてたものに目覚めることが恐ろしいんでしょうかね。やっぱりそうだよね。まあ、うん、一つはね、僕はいくつかあると思うんですよ。うん、それもね一つだと思うんですよ。うん、だって自分たちが狂弁してきたことを、うん、日本の政治家もマスコミも国民も、うん、まあ。 ああ、それに黙って、あるいは洗脳されて。あ、日本悪いことしたんだみたいな感じで思っている。それが実はまるっきり嘘だった。大東亜戦争ですら言えない政治家が先の対戦という言葉。にしなければいけない。アホは太平洋戦争って言葉を使うんだけどね。ね。本当だからね、大東亜戦争なんですよ。あの正式名称は。はい。その大東亜戦争という言葉すら。 なんかね戦争を美化するとかね「とか言われてれ、ね、<laughs> 戦争を美化する」ってねどういう意味なんだろうなと思うのねいや何度も言うように亡くなった方に感謝の誠を捧げ鎮魂する、うん、それが何で戦争美化なのかという「バカなのかと」と本当にねこの日本語の予報が僕間違ってると思う,そ,うそれをね言うんだね。うん 何を恐れてるんですかねかでやっぱり今のね言われたねその中国韓国の恐れてることっていうのは、はい、一番大事なことっていうのはね、うん、あの僕はね彼らにとってね、うん、結局彼らは嘘を言ってるわけじゃない。<う>で日本政府がそれにうなずいてる間はね、はい、要するにあ俺の言うこと聞くなと<ー>要するにね日本の対中距離感はい、はい、日本の対韓国の距離感。はいはい これのバロメータータなってるんですよ、ね、ああ食材意識を背負ったまま<う>日本人が謝罪外交に徹していればっるば、まあ,あ俺のところに俺のところにひれ伏してるなひれ伏してるなということなんだけどもだから何をと、うん、これが真実じゃないかって韓国の中でも、うん、その韓国の人々が声を上げ始めると。ええ ものすごいい勢でバッシング食らうちょっとしたことでも「いやいやそれは違う」ってうわってこうすごい殴るけるの棒をねっあれになってねそれで結局書籍を出したらそれが「発勤本」になるとああキム・ワン・ソプさんとかね大変な思い出になりました真理ちゃんのための弁明ねほんとねおかしなことがね起きてるわけですよ僕やっっぱりここううういいとてのはね もう不健全とかというよりも異常ですよ中国が言ってることなんてねそもそももう言ったんだから毛沢東が毛沢東自身が日本からの外交団に言って帝国陸軍のね日本軍のおかげでね介石の軍隊をね駆逐することができたと。 言ってるわけですよ。共産とは。そうなの。でね国境内戦にしてもね、そうだしね。あの日本軍が置いていった残置した兵器、もうで戦い、そしてその資産で工業化もできたわけですよ。中国東北部ね。もだからかの山だったって。もうある意味ではね僕の。 お記憶というか僕の認識が間違っていなければ毛沢東がまだ元気だった時はね、うんえー、そこまでね言えなかった言えなかったって、ね、その反日っていうものがね、うん、こんなね、えー、今共弁されるような、ねうん、ことは多分なかったんじゃないかな、うん、と思いますよ。 やっぱりこういうことをね、うん、我々払拭しないとね、うん、いつまでもねなんかこうその強谷あるいは強弁するね、うん、声が大きいものに、うん、嘘ということを半分分かりながらあるいはもう100%これが嘘だだと分かっていてね、うん、いながらそれにひれ伏していくっていうのはね、うん、これ将来のね我々の子や孫そ,<う>その将来の日本人に対してね、うん こんな、ね、負の遺産をね残すのかと、うん、いうことなんですよそうですよきっと視聴者の方もねそういうモヤモヤ感みんな抱えてててららっしゃると思ううん、だから見てくれそ皆さんがねこうやってご覧いただいている皆さんはね、うん、おそらく我々とね、うん、同じ、えー、ね価値観、うん、共通の認識をね、うんえー、まあここは違うよっていう部分は多少あるかもしれないけどもでもおおむねねそうだっていうふうに賛同してくださる方 ばかりだと思いますけどね、うん、だけど本当ね僕らはねあのこのことを今のお総理大臣う、えー、もう今将来にとか言うんじゃなくて、うん、今総理の職に就いておられるう総理大臣が、うん、そして、えー、みんなで靖国神社を、ね、参拝する会の皆さん、うんえー、もう、OK、でもっとね声高にね、うん、あの訴えてほしい、うんえー、国民みんなが行かなければいけないという、うん こんなみんなでなんて言ってさ国会議員一部なんておかしくて全員行けばいいじゃないですか全員行かなきゃだからね靖国神社参拝もできないようなね国会議員はね当いらないだこんなのはもう歴史観もないんだからこんなね先人に感謝もできないようなねこんなね国会議員なんていらないよやめろほんとこんなのはねいらないすな 火がつきましたね。火がついたよもう本当、うん、頭くんも <laughs> ね,ねだからね今年8月15日来ますけど、うん、あのぜひね、えー、これまあ菅総理ご覧になっていればですねぜひともごえだも靖国神社に参拝して、えー、ね正式参拝をいただきたいと思います内閣総理大臣菅義偉として。 参拝いただきたいと思います、はい、あのいろんな形でね、えー、国会議員に、えー、これね、はい、今日は、うんえー、緊急提言という形で、はい、物申させていただきました皆さんも8月15日いろんな場所でですね、えー、先人に感謝の誠を捧げましょう、はい